2赤4属で構成されれ赤立ち底雨台など19種が含ま太地下は、ニュージーランド近海を含む西部太平洋、インド洋と地中海、東部大西洋に分布する海水魚のグループである。すべて海底付近で生活する低制魚で、水深80メートル以深の大陸方で暮らす種類が多い。鈴木亜木は3つの上下に分けられ、 本家はそのうちの赤たち上科に所属する唯一の都ガとなっている。やや深みに分布するため目にする機会は少ないが、日本では一定が形など一部の種類が底引き網で漁獲され、錬製品や塩焼きなどにして利用される。赤たち科の仲間は赤やピンクを基調とした体色を持ち、体は左右に平たく側平たする。体調は 数十センチメートル程度の種類が多い。口は、端くらいで、やや上を向く。背びれは一つで、通常は三本の棘状を持つが、四本あるいは角種類もいる。尻びれの棘状は0から2本。すき骨と後外骨の歯を書く。あと、ギサ骨は一つで、エラ状骨は6本。側線は、背びれのすぐ下を走行する。 赤たちかは四属十九種で構成され、暫定的に赤たち赤、そこはまだ赤のに赤に細分される。日本近海からは四属八種が報告されている。赤たち赤セパレには二属七種からなる。一しく側は平たして細長く、尾ひれに向かって先細りした体型を持つことが特徴。背びれと尻びれの規定は非常に長く。 それぞれ65本以上のヒレ状を持ち、おヒレと連続する。ウルコは小さく、椎骨の数は65から80個。ソコアマダイアカ、オスターナイニーは二族12種を含み、ほとんどが深海に生息する。かつては独立のソコアマダイカオストニーデーとして分類されていた。体は赤立ちアカのように極端に細長くはならない。 背びれ、尻びれのヒレ状は32本以下で、尾ひれとは連続しない。腹くと尾ひれのヒレ状は長く発達する。赤たちもどきは日本のみから報告されている。稀な魚類で、赤たち類とそこはまだ類の中間的な形態を持つとされる。ありがとうございます。